はい、どうも皆さんこんにちは、ベルサスです。今回はですね、YouTube によく上がっている、マリオサーキットのショートカットをやってみようと思います。で、まあ、ショートカットで見てて、うわこれすげえと思ったんでやろうと思ったんですけど、マリオカート8の時からあったショートカットらしいので、ちょっとね、どういうものか僕は分かんないんですけど、うまくいくかどうかわかんないんですけど、まあ挑戦してみようかなと思います。そのタイムアタックとかじゃなくて、これの動画のメインはショートカットなんで、おっと、確かここだよね。ここでなんか飛んで、ここだ。あーあー、失敗した。これでできるかな。ああダメだ、うまくジャンプ台乗れねえ。こういうこと？なんか戻されたんだけど。あ、ジャンプアクション失敗した。難しくない？どうだろう。ああ逆半切っちゃった。あーでも今のだよね、今の感じだよね多分。ああ惜しい。ここまで戻されるんだ、なかなかシビアだな。あ、今のいいんじゃない？ちょっと違ったけど。いや、でもまあできたと思うからいいや。ちょっと俺的には満足した。はい、というわけで今回は、ショートカット、マリオサーキットのショートカットの、チャレンジをしてみたんですけど、まあ難しかったね、やっぱり。あんなショートカットを8の時代から思いつくっていうのは本当にすごいと思いますね。はい、というわけで終わりにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。